スマスは今年もやってくる。トゥルルチュチュトゥルルチュチュトゥルルチュチュトゥルルチュ。こんにちは、こんばんは、おはようございます、みなみです。はい、ということでね、皆さんクリスマス近いですね。もう11月20日20日合ってた、どっちだわかんないけど、20日にね、なりました。ということでね、あのみなみのね、お家はもうリビングでクリスマスツリーもね、あります。みなみ今お菓子とジュースとアイス禁止してて、あの辛いんですけど、お菓子作りをね、今日はしたいと思います。イエーイ、初めてのみなみクッキングズです。何それ、クッキングズだ、クッキングズだってはい、みなみクッキンズになりますね。はい、みなみがね、料理します。意外と料理できるんですよ、こう見えて。はい、ということでね、今日何を作るかというと、家にね、板チョコがね、2枚あるんですよ。その時に何作ろうかなって思って、あのみなみお兄ちゃんがいるので、お兄ちゃんになんか食べたいものないか聞いたら、チョコパイ食べたいって言ったんですよ。チョコパイ作って今日は行きたいと思います。みなみは食べません。はい、きついんですけど、味見とかは別にあのいらないです。美味しいの保証して作るので。それではレッツクッキング。パチ。はい、ということでね、みなみのあのなんだろう、チョコパイの作り方の材料をね、とりあえずね見せたいと思います。チョコね、2枚かと思ったら3個あった、3枚ありました。これとパイシート、本当は自分で作ろうかと思ったけど、めんどくさかったので買ってきました。冷凍のパイシート、卵、グラニュー糖を今日は使います。このね、4つだけでできちゃうからね、簡単。イエイ、開けよう。じゃチュルルチュ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 、ちょっと雑になっちゃう。チュルルチュチュルル、タララッタ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 ッ、こんな感じです。うわ、ね、こんな感じでやりました。四角いのとか細いのとかもね、いろいろ作りました。ということでね、これからね、卵黄をね、やったりしていきたいと思います。はい、卵がね、かけ終わったので、その上に適量でグラニュー糖をね、乗せまーす。でも見えにくいけど、こんな感じでグラニュー糖やりました。そしたらね、オーブンに入れていきたいと思いまーす。でね、出来上がりました。じゃじゃーん、こっちもじゃじゃーん、すごい美味しそう。だけどね、みなみは食べれないです。これはね、お兄ちゃんに全部あげて太ってもらいたいと思いますはい、ということでね、今回はチョコパイをね、作ってみました。よかったらね、みんなも作ってみてください。めっちゃ簡単でね、材料4つだけなので、よかったら作ってみてください。以上、みなみでした。バイバーイ。